白梅の塔は、沖縄県糸満島江里に所在する沖縄戦末期に、白梅学徒隊の生存者が、野戦病院解散後、退避してきた号の後に立つ、慰霊碑。根竜寺の小さな自然石の日沖縄県立、第二高等女学校の生徒からなる学徒隊の、最後の場所である。八重瀬町富森に所在する八重瀬岳の第24、師団第一野戦病院解散後、 6月4日以降に16人学徒隊が移動してたどり着いた号である。上野号、下野号と呼ばれた前里の自然号で、上野号は食料弾薬倉庫、下野号は傷病兵の看護場所で、学徒らは負傷兵の手当てを手伝った。6月21日に下野号が、翌22日に上野号が米軍の激しい攻撃を受けた。敗戦後、 1948年1月に自然石の小さな石踏みを混流し、第1回の慰霊祭が取り行われた。とうと呼称されているが、画像の通り、実物は高さ数十センチメートルの石碑でそれほど高くはない。その後、1951年8月に建て替えられ、再度、1992年6月に現在の慰霊塔にに改修された。維持管理については、 白梅同窓会が行っている。敷地内には国吉住民が混流した一万魂の塔があり、周辺地区には山形県出身者の山形の塔やサイモンバックナー中将が戦死したとされるバックナー中将戦死の後が所在する。同市内アザイハラに所在する姫百ゆりの塔及び姫百ゆり平和記念資料館周辺地区と比較し、 ドライブインや土産物屋は所在していない。また、道路標識も大きいものがないので、石踏みがある敷地が分かりづらい立地となっている。ありがとうございます。